スルタンメジドメジドオグルイ・エフェンディエフはアゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国の政治家。エフェンディエフは1887年5月26日にロシア帝国バクーン・シェマハで生まれた。父は商人、祖父はムフティであり、初等教育をマクタブで受けた後はシェマハの3年生学校で学んだ。父の事業は順調であったが、1902年の地震で一家は すべての財産を失い、クウへと移り住んだ。FNDF は、クウの6年生学校で最初に、マルクス主義に出会い、1904年に、ロシア社会民主労働党に入党するとともに、ヒュンメト創設者の一人となった。ロシア第一革命にも関わった後、1915年に、火山大学医学部を卒業。バシリスルスクと、ウラジミローフカで、医師として働いた。 2月革命後から、幕府のソビエトや、党組織で活動し、また医師としても活動を続けた。ボリシェビキ第6回大会にも出席し、翌1918年からアストラハンで、反革命勢力と戦い、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国民族、問題人民委員部のカフカースムスリム担当委員や、ボリシェビキ中央委員会東方諸民族共産主義、 組織中央局副局長も務めた。1920年から翌1921年まで、バクーソビエト執行委員、アゼルバイジャン共産党中央委特別全権、ギャンジャ県委員を務め、ギャンジャでは民衆放棄の鎮圧に関与した。1920年2月から5月までは、タイ地フス特別委員会議長として、クリミアで活動した。 1921年から1924年まで、アゼルバイジャン社会主義ソビエト、共和国中央執行委員会メンバー及び、農業人民委員。1924年から1927年まで、労農監査人民委員及び、アゼルバイジャン共産党中央都政委員会議長。連邦中失意メンバーも務める。ボリシェビキ第13回、第14回大会に出席し、 1924年5月31日から1927年12月2日まで、連邦共産党中央党政委、ザカフカース地方委、そしてアゼルバイジャン共産党中央委の局員でも、あった。1927年から1931年12月15日まで、アゼルバイジャン共和国中出位副議長、同日から1937年6月まで、議長も務めた。 また、1932年1月28日から1937年までは、ザカフカース社会主義連邦ソビエト、共和国中止追議長でもあった。1937年5月、バクーでの大会党会議の席上において、FNDF は、反素的であるとの告発を受けた。そして、同会議は FNDF に加えがみどするタノフなどの、党員の活動について、 調査を行うことを決議し、その結果として、翌6月5日のアゼルバイジャン共産党第8回大会において、FNDF に対する告発は退りけられた。しかし、同大会の出席者であったミルジャファル・バギロフと、ユベリアン・スンバトフトプリゼは、FNDF に対しなおも自身の反訴活動を告白するよう迫った。バギロフはとりわけ、 FNDF が1924年に書いた文章で、アゼルバイジャン民主共和国元首、メフメトエミン・ラスールザーデに言及したことを問題視した。自分は歴史的事実を書いたに過ぎないと弁明する FNDF に対し、バギロフは、同志諸君、今のは誰の言葉でしょうか今のはトロツキーの言葉ですと非難し、人民委員会議議長であったグセーン・ラフマノフも、 エフェン FNDF がラスールザーデを同志友人と呼び、その爆での活動を肯定的に評価することは明白な反素的疑問であり、エフェンディエフはアゼルバイジャン人民の最悪の敵であるラスールザーデを人民の指導者として認めようとしているとなじた。これに対しエフェンディエフは自分は33年にわたって忠実な党員生活を送ってきたのであり、 いかなる抽象や挑発も受け入れない、と反論した。6月24日、FNDF は NKVD により逮捕された。連邦中質議,議長、ミハイル・カリーニンは、事態の説明を要求したが、バギロフは、FNDF の解任と、反革命活動による逮捕を告げたのみであった。目撃者によれば、FNDF は、スンバトフトプリゼをはじめとする、 アゼルバイジャン共和国 NKVD 職員から激しい拷問を受けたが、それでも長い間容疑を否認し続けたという。激しい暴力の後には、FNDF にはもはや嘘をつく、選択肢しか残されていなかった、と NKVD の監視は解雇している。目撃者は、FNDF は、シャツ姿で、取調室の床に座らされて、全身を殴られ、そして、水をかけられて、 意識を取り戻させられ、供述を迫られていたという。別の目撃者は、FNDF は、取調べ官によって部別的に、大統領と呼ばれていたという。FNDF についての最終報告書は1938年8月16日に提出され、それによると、FNDF は反革命への関与を否定したが、状況を考慮すると FNDF の民族主義的反。 革命組織への参加を証明することは可能とされている。FNDF は1938年4月21日に連邦最高裁軍事参議会によって死刑判決を下され、同日他のアゼルバイジャン共和国元公官と同じく重殺刑に処された。後に名誉回復がなされた。FNDF の名はク府第2総合病院と シャマヒ国立病院に残されている。ありがとうございます。